ウスとモガリンです。本日もペーパーマリオ折り紙キング第3話やっていきましょう。いやーこれ面白いね。でも今思ってんけどさ、まだ1回も戦闘してないよな、あのチュートリアル以降。これ次右行ったら戦闘そろそろありそうな予感だが、なるほど。今回はまず、あ、ペラペラが来たぞ。命の種やったっけ、それを集めるらしい。あ、セーブポイントある。ここで終わってもよかったな、前回。オッケー。元気になりたいの？一応ここも埋めとく。この埋めんの気持ちいいよな。オッケー。この先が、おお、びっくりした。あ、ついに来たぞ、戦闘。ウェーブバトル。よし。次こそはあの、オリビアちゃんの手助けなしでやるぞ。久しぶりのバトルですわね。久しぶりすぎて私ちょっと忘れちゃったかも。おさらいさせて。いや、大丈夫、大丈夫、俺。自分でやるから。前と一緒や、ほんで。配置が。で、これ20秒の間やったら、好きに動かせんのかな？こうして、あ、整列したら終わりって感じか。あ、そういえばアクションコマンドって知ってます？アクションコマンド。あ、これ前やったね、俺。よし、行くぞ。ここ！ここ！ここ！はい、オールエクセレント！素晴らしい！完璧だ！さらにマリオのハンマーで、ちょ、これさ、エクセレント決めたくない？行くぞ。ここ！いやー、これでグレーとか、もうちょっと後なんかな？あの赤の次があるんかもしらんね。ちょ、お前説明長いね。全部カットしてるけど。お、500枚。めっちゃもらえるんやけど。ってことは物価が高い、もしかして。このゲーム。うわ、すーごいいっぱい紙出てきた。紙ペラが出てきましたわ。それにしても、こんな山奥にまで折り紙兵がいるなんて、何か悪さをしに来ているのかも。嫌な感じですわ。なんかじゃあ、泉がさ、あの、悪の手に染められちゃうんじゃないの？オッケー、じゃあここ埋めて、よし。先進んでみるか。あ、ここにもあるな。これ多分4回やらなあかんやつちゃう？ 3 回できるかな。あ、3回できるわ。ナイスナイス。めっちゃ金出る。お、出たクリボ。ここ。そうそうそう。これで先手取ったらダメージ与えれるはず。うら。4。あ、今回2つ動いてるよ。じゃあ。あ、結構バラバラじゃない？そうだね。1回のリングじゃ操作揃えられないかも。ん？何言うてる？こんなのずるいですわ。まさかこのバトルでゲームオーバー。そんなわけないじゃないですか。お、リング操作 ×2。はあ、なるほどね。あ、この秒数間好きにいじれるわけじゃないのか。こう一回いじって、で、これでもう一個いじると。なるほど。オッケー。じゃあこれで、いきます。マリオのアクション。エクセレント、エクセレント。トリプルエクセレント。いやいや、4回エクセレント。ヘア。お、勝った。オッケー、もう慣れたもんよ。任してよ。よいしょ、しっかりちり紙集めて。あ、もう泉のとこ来たよ。オッケー。おい、今日離してみる？これ何があるんですか？倒せばきっと紙ペラが出るよ。うん、それは知ってるんだな。あ、グリボ。はい！はい！オッケー。え、ちょっと待って、多ない？めちゃめちゃ多いんやけど、しかもなんか移動した。今回、リング操作1。じゃあまずこれを、こっちに移動して、エサル多くありません？そうだね。こんなにたくさんいたら1回の攻撃じゃ間に合わないかも。うん。ゲームオーバー進めるな、おい。お、アクションのところ。え、そうなの？ 2 回攻撃できんの？強すぎん？ずっと俺のターンなんだが。じゃあまずこっちでブーツ踏んで、いきまーす。エクセレン、エクセレン、エクセレン、あ、エクセレンス。グッドです。そして、さらにもう一回できちゃう？でも、アクションの数的にさ、5回ぐらいまでありそうじゃない？ 5 回行動とかめっちゃ強ない？よし。じゃあ、これで。ちょ、ここまで長めに貯めてみよう。こっ！え？遅いって言われた。はい、ナイス。まあ、チュートリアルはこんぐらいかな？よいしょっと。オッケー。あ、ここっぽいな。左もいけるが。ちょ、先に泉行った方が、あ、宝箱ある。ちょ、これだけ取っとこう。これまたフィギュアちゃう？違うかな。あ、ほら、フィギュアや。ナンバー2。オッケー。多分、宝箱は全部、フィギュア系なんかな？よし。では、ここに、
調べる。遠くに見えてた泉じゃないかしら。そうね。近くで見るとなんだかちょっと癒される感じがしません？そう？あ、じゃあまずこのファイヤーから入れちゃおうかな。えい。入れろー、ほら。おお、綺麗になった。いいね。一列分の敵に投げつける。おお、強そう。ジャンプと一緒ってことか。で、次、このキノコで。うん、まあ、このキノコは一緒かな。え、どこもないよ、入れるやつ。え？ないで、俺。なんか持ってこなあかんのかな。いや、これはこれで、ちょっと戻ったらなんかアクション起こるやつやな。絶対そうや。俺の長年の勘がそう伝えている。これで右に進んだら、ちょっと待ちなさいとか言ってなんか出てくるはず。あ、ここにもあるな。これか？いや、違うな。お金か。そろそろ来るぞ。それちょっと待ちなさいとか言って来るぞ。じいや、何もなかったぞ。向こうの方には。あ、何かくれるのか。あー、でも違うな。いやー、でもね、これやと思うのよ。多分、この中に、枯れた命の種が入ってるんじゃないかな。あ、間違った。これで、あ？なんか落ちた。マジで？あ、そうやったん。さっきこっちやったんか。マジか。よし、じゃあ引くぞ。もみもみ。ちょっともみもみして。よし。うーあ、なんでや。掴んで。うーら。いやー。パンパカパン。へや。あ、出た。これちゃうの？これ、干からびてるんじゃん。ほら、干からびてたね。オッケー。よし、それじゃあここに干からびてたね入れますか。ほい。行ってこーい。ほら。あ、なんかすごいダンゴムシ丸まったみたいになったよ、これ。これ種なん？命の種。デグジーに食べさせてあげよう。オッケー。なんか来る！ギエー！何やつ？きっとデグジーさんのお叫びです。あ、そうなん。敵じゃないの。ヨボヨボのじいさん。あ、なんか襲われてんか。ちょ、早戻らなあかんのちゃうか？でも、行こう。急ごう。な。なんだろう。ギエー？デグジー？任せろ。事件だ。早く早く。心配だね。叫び声？急、うん、待ってろ。おい、走んの遅いね、俺。よいしょ。よいしょ。よいしょ。デグジー。デグジー大丈夫か？あ！デグジーの顔部分が切り抜かれてる。なんか奥にいるぞ。なんてこった。ええー。でもこの穴やったら、シクシク見て。このデグジーの変わり果てた姿。見たくない、こんなスカスカになった姿。こう折り紙貼っつけたらさ、いけるんじゃないの？デグジーさん。わーん、デグジーさん。骨がこんなに細かったなんてよっぽど弱っていたのね。骨なんそれ。あら？ねえ、これよく見たらスカスカなと似てません？そう、似てるのよ。マジで折り紙で直せるもんなん？ほら、ほら、ほら、ほら。どうよ。お、すげえ、一瞬で直った。やったわ。スカスカになったデグジーが元の姿に戻ったわ。早かったね、戻んの。頑固な眉毛も変哲なヒゲも全て元通り。お前実はデグジーのこと嫌いやろ。実は嫌いやろ。うん、元気がないみたい。あ、せや、命の種あげやなね。ほら、持ってきたよ。命の種。これで元気になって。おいしい？どう？ちょっと目パッチリした？いいぞ、熱くなってきてった。こいつは効く。なんだ、パリピしかおらんやん、ここ。どうなってんねん。陰気の俺にはしんどいわ。なあ。マリオも楽しそう。マリマリ。マリマリ。ギンギン。光ったあの頃みたいに。見せてよ、ボディアソール。イカスワーイカスワー。あ、出た。おお、トイレットペーパーみたいになってる。すげえ。おお、でっか。すごーい、おっきい。ん、獣フレンズ？獣フレンズ入ってるよ、ちょっと。
やっぱりすごいですね。立派です。元気になったぜ。というか元気を通り越して若返っちまったぜ。確かにな、若なってるな。いいよ。お、そうそう、この森を出たいんだったな。おい、お前たち、道を開けろ。おお、こっちに道続いたんや。へえ、やった、これでピーチ城に行きますわ。よし、急ぎましょうか。うん、それではバイバイ。出口元気でね。お、セーブポイント来た。オッケー。ちょっと今回はもうちょっと進んでみようかな。これ倒れる？こっちか。ほい。これ何の看板？この先立ち入り禁止。迷子のたわつく域。あ、多分これこっち側から入るってこと。おお！って書いてあるよ。もう喋るんけ。俺出口を切った体から作られたんだ。エコロジーでしょ？この、何？世界のやつ全部喋んのかな？なんかそうっぽいね。よいしょ。あ、これ無限に折り紙ちんちゃう？お、すげえ。折り紙生成工場や。よし。じゃあこれでここ埋めて、2回でいいかな？オッケー。ナイス。あ、キノピオいる。どうしたん？草に何か刺さってますわ。それ人やから。何かって言わんであげて。あのお顔なんだか気味が悪いですわ。じゃあ俺らの仲間だから。キノピオです。え、あなたがキノピオさん？なんだか思ってたのと違いますわ。あ、でもちょっと折れてんのかな、あれ。折られてるんですよ。助けてください。助けてあげよう。大丈夫？元気なんの？あ、出られました。あとはこの折られた体を戻していただけると。どうやって戻したらいいの、俺。あ、なるほど。こうやって叩いて伸ばすんや。へぇ。あ、いいよ。キノピオさん、あんなに折られちゃって、どうしたの？そうなんです。大変なんです。折り紙の奴らがやってきて。キノピオというキノピオ、折ったり畳んだり丸めたり。はえぇ、無差別テロやな。まるで。キノピオいじめです。キノピオに人権を、キノピオに自由を。折り紙兵がキノピオさんをいじめてる。きっとはニューエの仕業ですわ。早く行ってあげんとね。オッケー。そうです。キノピオを助けるといいことがありますよ。バトル中のワイン長押しで、キノピオたちが応援に駆けつけます。ほう。じゃあどんどん助けていこっか。気になるね。あ、応援もちろん。え、金かかんの？有料？嘘やん。助けたったのに。キノピオさんって意外とちゃっかりしてますわね。ほんとね。なんかこのカントリーの BGM すごいね。あ、なんかキャンプ地かな、これ。ほら。あ？なんかクリボーいるんやけど、あれ。乗っ取られてるんやけど、このキャンプ地。なんてこった。一回でいける、これ。ナイス。この中とか入れへんかな。あ、開けるやって。ほう！あ、キノピオおった。起きろ！大丈夫か。よし。んで、こっちの入り口、ここか。お。あ、なんかある。折り紙ナイス。ほんで、こいつはなんなんこれ。おい、敵？あ、敵や。ほれ！おいし。さあ、今回は、多いな。でも一列やから大丈夫やね。あの、なんか、ややこしい見えるな。これを、こうやな。ほんで、攻撃回数は2回ある。ってことは、俺のワンタン切るよ。これさ、敵残った数攻撃されるのかな？ちょっとやばない、俺。8回攻撃されるんやけど。一旦で潰していかんとマジ、やばそうやな。じゃ、これマジ決めよう。早めかな。ここ！あー、これでないっすか。この上は？これなんかあるで。これ取れへんかな。あ、4回。4回いるってこれなかなかレアなんちゃう？ほ、ほ、ほい。1000。じゃ、この金の使い道を用意してくれ。5000、ん？うわ、すげえ。ドレミファソーラシドーモって。なあ、うまいこと言うた。ほい。このベンチも怪しいが。お、え、あそこで座ったらいいの？ほい。あ、折り紙ちゃん。はあ、ちょっと休憩。こいつお前。俺を端っこに追いやりやがって。マリオさんも元気になりました？よかった。折り紙編もいっぱいだし、私もマリオさんだけが頼りですわ。またどこかでベンチを見かけたら回復してくださいね。ああ、なるほどね。これ回復スポットなんや。ちょっとわかりづらいな。
よし、あ、これもキノピオじゃね。ほら、切り株に刺さってモテる。これ取れへんぞ。これジャンプ、あ、いける、引っ張る、よいしょ、オッケー。次色違いや。キャンプに来ただけに斧にされちゃうなんて、オーノー。ははは、ははあ、面白い、面白いな。さて、あ、右にクリボー。あ、すごい、キャンプ地で休んでるな。あ、てかいっぱいおるんやけど。じゃあちょっとここであれやってみる、キノピオの応援。3匹おったら結構いけるでしょ。ほらほら、後ろにキノピオいるやん。え、これ全部埋まるってこと？めっちゃ多ない。え、てか見てなかった、元の形。やばいやばい。ちょっと応援。え、違う違う、うんのの、びっくりした。長押ししてるだけこれ金かかんねんけど。嘘だろ。ん？え、それだけ？え、クソ雑魚なんやけど。え、お前クソ雑魚やん、応援。いらん。こうして、リング操作こうして、オッケー。これでワンタン切る。あれやね、キノピオの応援結構金かかるな、これ。あんま舐めてたら一瞬で金なくなるわ。オッケー、こいつも倒しとこう。ほい。でもあれやね、なんかキノピオの数がさ、めっちゃ多なってきたら、ああ、てかここにいるやん。あの応援もすごい派手になりそうやね。よいしょ。ん？引っ張る。よいしょ。オッケー。私の席は切り株の下じゃなくて、上です。お前が椅子です。おー、いいね。てか奥にもあんのよな。あれ取れへんのかな？あ、こっちから奥行くのか。もう一本、お、いや、これクリボーじゃね？いや、違うか。キノピオか。ん？あ、キノピオや、よかった。引っ張りと思ったらまさかの叩き。いや、さすがマリオさん。あ、引っ張った、よかった。ごめんよ、キノピオ。で、ちょっと今回、この家入って終わりますか？うん、ちょっと気味悪いかな。え？ここに住んでるキノピオはどこか遠くに出かけて、しばらく帰らないみたいだよ。あ、そうなの？あ、そう、あ、これこっち行ける。あ、このキノピオちゃう？えい。次のセーブポイント、どうやろう、遠いかな。もうちょっと進んでみる？あ、あっちにもハテナブロックある。これかな？倒れるんじゃね？違うか。これも怪しいな。スカスカーナではないか。あ、なんかある。おー、出た。ナイス。プチ折り紙。ほんで、これ多分こっち側から、こうじゃない？あ、見てた、危ない。なるほどね。これスカスカーナか。これ多分3回、4回か。オッケー、4回ないです。ギリギリやな。で、これ叩く。100コインしかねえの？嘘だろ？思ったより少ねえ。あ、って、おい、キノピオおるやん、これ。見逃すとこれやった。オッケー。え、結構おるな、キノピオ。しっかり折り目がついちゃって戻りません。叩いたろか？あ、大丈夫？戻ったやん。で、ちょっと下覗いて、進みそうなら終わる感じにしましょうかね。うん。あ、進みそう。終わろうか。終わるわ。はい。と言いますことで、ペーパーマリオ3話はここで終了にしたいと思います。デクの山ということでね。次回は、右下の森ですかね。また森に入っていきたいと思います。それでは次回の森、怖そうだなと思った方は、グッドボタン押してくれると嬉しいです。それではまた次回、お疲れ様でした。バイバイ。